本当に。なべちゃん、やむさん、かずさん、しろくむさん、おはようさん。うまい急なうまい。明日出勤日の安心寺さん、つらい。それはおはよう朝日どすもうちょっと早いかな。おはよう朝日はまだもうちょいまだかな。ラグビー見てたん？ラグビー今やってんや。やふかし組さん、今私はお風呂上がりまして、今からパックしたりマッサージしたりスキンケアしたりするのでまだ寝れない。物理的にまだ無理やわ。ルーティーンがもう確立してきましたね。帰ってきてお風呂は、帰ってきて配信してお風呂入って配信する。あ、日本フランス戦なんだ。どうでした？買ってる？ワクチンの副反応。うわ、お疲れ様。お疲れお疲れ。それはかわいそう。熱出てる？ひょっとして。寝たくない。起きたら仕事やと思う。あ、そういうことか。それは辛い。そうだ、オンライン販売はないんだよね。あ、ひょっとしてグッズですか？ひょっとして。マオジチューさん、お疲れ様です。聞いてみる。負けてる？なんと、ワールドカップも始まりましたね。みんな始まりましたね。いろいろと一気に。ウルトメンナーゴシさん、お疲れスタンプと、ファイトナイスです。ありがとうございます。そう。え、オンラインあったらいいな。確かに。ちょっと聞いてみますね。もしなかったら、ズカさんに頼んだら、ズカさんに頼んだら多分、買ってきてくれると思う。あら、ま、始まってた。始まってた。到着。フランス強いんや、ラグビー。強いんや。ラグビー何が強いとかさ、強くないとかさ、私わかんないや。全然。ラグビーについての知識が、高校生の時に高校野球の、間違った、ラグビーの話してる、ね、高校ラグビーの、ね、応援歌を歌わせていただいてたので、その時はちょっとね見てたけど、宮川さんこんばんは。そう、ずかさんがオンライン販売してくれるかもしれない。おらんのにここにおらんのに言うっていうえ、世界ランク2位なの？すごっ。ガチ強やん。38度。うわ、お薬は飲んだんですか？飲んで下がったんかな。やんちゃくりさん、やっほーい、やっほーい。いらっしゃい。ラグビー油断してたーって。あ、ラグビーみんな見てたんや。いや、私のテレビは今日はちょっとテレビつけてて、そう、今日いつもテレビつけてないんだけど、今日はちょっとテレビつけて、なんか部屋を明るくしてるんですけど、テレビは日向坂の番組してる。オードリーさん出てる。エイジが言ってましたで言うて、言っといて。多分でもズカさんやったらな、やってくれる。いつもそんな感じでやってくれてるはずここで結構声かけしてくれてるの知ってるからさ、 T シャツ許すとーって言って言ってるの知ってるから、やってくれるはず。日向坂だ、日向坂で会いましょうか。それか、人間ドック行かなあかんし、コロナワクチン4回目あるし、インフルも予防接種しないとあかんし、なんか病院だらけ。やだね。
それは。それもやだ。私は4回目はとりあえずもうなんか義務にならんと打ないことにしようかなと思ってて、一応とりあえずね。でまたもし例えば入国できませんとか隔離がとか仕事がってなったら打つことにしようかなと思ってて、やないとね、注射したら次の日絶対熱出るからスケジュール開けなあかんし、インフルの予防注射はずっと最近打ってなかったから、まあ、打たなくてもいいかなと思ってて、とりあえず。でも人間ドックとか行った方がいいな、私もきっと。会社に勤めてないからさ、行かなくて過ぎていくんですよ。結構ね、人間ドックってこう義務化されて行く感じやん。なんかイメージ、自分から予約して人間ドック行く人って結構少ないやん。私そう、自営業者とか多分そうなんやろうなって思うんですけど、私たちもそんな感じやからさ、ね、事務所がやってくれたりとかしたらいいなってめっちゃ思うけど。ワクチンは強制されてないけど、会社からの何時しますか、いつしますかって圧が、もうそれはほぼ強制。あ、じゅんさんかわいい、待ってたで、やって。じゅんさんいらっしゃい、待っててくれた。人間どつく、どつかんといて、どっくな、ちっちゃいつんにして。人間、ワンちゃん、ドッグ、ワンワンちゃうんよ。犬じゃないんよ。でも行った方がいいよね、人間ドッグって絶対。会社に勤めてると人間ドッグって大体いつとかって決まってますか？会社による？可愛かった？まあまあ。ホットドッグは熱い犬って言うねって。熱盛。熱盛。ホットドッグワンワン。よいしょ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 。ホットドッグ最近全然あれだ、食べてないわ。あ、人間ドッグ希望者なんですか？健康診断、健康診断と人間ドッグってどう違うんですか？あ、1年1回受けるようになってますねって。三駅さんとか結構そういうの会社で受けるって決まってるのってなんかいいですよね。これを受けようってなるし、検査数が違うの？いやー、危ない危ない、うわー、ちょっと待って、手洗ったらめっちゃ水を。人間ドックの方が検査数が多いんかな。ちゃんと検査する的な感じか。
ほら、出ました。今から出ます。ありがとう。ドッグの方がめっちゃする。あー、種類があるから値段もピンキリ。へえ、そうなんや。健康診断がカップ麺としたら人間ドックはお店のラーメン。なるほどね、なるほどね。値段もピンキリやし。健康診断の代わりに40歳以上は人間ドックにできるが、一部個人負担、あ、ちょっと高くなる。だから次は人間ドックなし。今日は健康の話。あ、ゴッドアルティマさんいらっしゃいですが、じゃあ。健康診断は年齢に応じた一般的な検査。人間ドックは検査項目が多く、病気の初期保険が、早期保険が目的。なるほど。まあ、でもどっちにしろどっちも受けた方が良さそう。うん。健康診断がインスタコーヒーなら人間ドックはスタバのコーヒー。ジュースは分かりやすいな。玉ねぎさん、音符ナイス、ありがとうございます。やった、いっぱいいっぱい。健康診断がホットドッグなら人間ドッグはサブウェイのサンド。わかりやす。ぽい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 。玉ねぎさーん、だるまさんいっぱい。人間ドックはいろんなの見つかるでって言い方、いろんなの見つかるで。言い方やだな、なんか。ああ、なるほどね。健康診断の内容が入ってくるんや、人間ドックなら。入らんか、あ、そういうことか。健康診断は異常があったらお知らせしますみたいなやつかな、ひょっとして。ちゃう？音止まってた、大丈夫？あ、おねぎさん、だるまさん100、ナイス、ありがとうございます。人間ドックはオプションやトッピングが多い。食べ物にして分かりやすく。読まれてない？大丈夫？止まってた今。婦人科系の検査オプションも多いからぜひ受診を。なるほどね。なんか私何個かこう、なんだろう、婦人科系の検査とか、出てけへん名前が、日向坂かわいい。日向坂かわいい。血液検査とかそういうのをちょこちょこだけスペインで受けたりとかはするのね、無料だから。プツプツしてた？今大丈夫？よいしょ。まだ受ける気はない？あ、お金払わなあかんねや、やっぱり。なるほどね。みんなやっぱお金を払いたくなくて受けない？ダメなんだぞ、そういうの。一瞬だけ髪の毛が、お風呂上がりは髪の毛が落ちてるからね。
軽く掃除機をしました。そういうの検査が無料なのはやっぱいいなって私も思うから、スペインで受けるのよ。そうそう、スペインは全部病院無料だからさ。日向坂より NMB の方が可愛いって言ってくれて、 NMB の元 NMB のメンバーのマイヤーからな、さすがやな。13人間ドック休んでも健康診断の3倍ぐらいする。そうなん、高っ。読めてなかったかも、それは単純に。そうなんですか。糖尿病、糖尿病やって、糖尿病大丈夫ですか。そうなんや、ごった歩きなさん。血液検査でマーカーチェック問題があればその検査。へー、すごい。なんだかんだ10から15。そんなに高っ、そんなすんの。人間ドックそれを受ける気ならんわ。私あれでした、鉄分足りてないって、なんて言うんでしたっけ、ヘモグロビンが足りてないって言われて、そう、私全然一番可愛いと思ってる。さすがジュンさん、マンモグラフィー。タマリさんおんぱりがとう。住民票のある市、大阪から胃がんとかの検査チケットが届いてた。それ行った方がいいよ、500円では行った方がいいよ。ごめんなさいって病んでます、病んでますって診断結果出るわやって。精神科それは。やだそんなん。吉倉さんこんばんは。人間ドックで何かあって泳ぎ始めたしてる。ああ言うてたもんね、運動運動言うて。そう、ナンバのメンバー一番可愛い言うてた。それめっちゃ嬉しいな、興味ない人でも言ってくれるのね。会社の補助つけて、補助ある人間ドック毎年っていうか足のチケット使ってない。それめちゃくちゃラッキーですね、ほんならラッキー。白熊さん、いや受けた方がいいよね絶対に。そう、そういう連絡来たら受ける、私は絶対に。うん、でスペインでちょこちょこで受けて、この間そもそも血液検査といろいろしたけど、基本的には元気人間なんですけどね。そう、貧血持ちなんで。鉄分足りてないらしいっすわ、ヘモグロビンが足りてないって言ってはった。あ、でしょうねと思って。そう、血圧が低めなのよね、いつも。レバー食べないと、レバーレバー、ヘム鉄。そう、一回受けてた方がいい絶対。多分でもスペインで、でもに人間ドック、その人間ドックが何をどういうことをするのか分かんないんですけど、行ったことないから。けどそのスペインでいっぱいこう血液検査して、で何か問題あったらそっから連絡行きますみたいな感じやったから、そういうことなのかもしれないですね、ひょっとしたら。うん。鉄分不足で貧血、まあそうだね、お金も確かに鉄だわ。まだ若いから病気なんてないって意地張ってるのはめっちゃあかんねんで。一番あかんって言うで、それ。ちょっとレバー、レバーってもうでもあかんねやったっけ、お店で食べれないんでしたっけ。
なれなれなれ地に預け頭くん向け進む前に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 ウクライナーカスオファンレルアップナイツありがとうございます。スペインの医療費高くない？スペインの医療費0円だよ。何しても0円。生がダメなんか、なんかちょっと炙ってるとかそういうのだったらいいってこと？炙りもわかんない。ちゃんと焼く。ツルアジさんこんばんは。スペインめっちゃ神なので、そう、医療費0円です。何しても0円。レントゲン取っても検査もレントゲンも入院も全部0円。すごいですよね。本当にありがたい。焼きレバーならいい。鉄道力をしてないから鉄分不足。確かにそれもそうなるか。そうめっちゃいいの本当に。そうだからすごいんですよ。その代わり税金がちょっと高いんですけど、もともと払う税金が 21% 基本的に。ものによっては変わるけど、前後するんですけど、上下差はあるけどそう日本よりかは税金が高く、高い代わりに学費もかからんはず。確かちゃうけど、ちょっと学費も安い。確かめちゃくちゃいいの、スペインの医療制度は。そう、海外差がすごいな。お金ないと救急車にすら乗れない国もあるのに。アメリカですね、きっと。アメリカは多分ね、特別なのよきっと。アメリカはスペインも言ってるけど、アメリカって大きいからさ、で日本の海外って結構アメリカって思いがちじゃないですか、やっぱ関係性とかもあって。だから日本でこう海外の医療費は高いし大変やとか、なんかいろいろ、うわ破れた靴下最悪、なんかそういろいろあると思うねんけど。そうけど、こうほんまにピンキリで、ヨーロッパは結構いいところが多いはず。スペインはほんでゼロ。他のヨーロッパの国はちょっとあんまり聞いたことないか分からへんけど、例えばスイスやったっけとかめちゃくちゃいいって言うじゃないですか。でスペイン人に言わせると、アメリカはマジでクレイジーで、アメリカはすごいクレイジーで自由の国やからこそ、そう全部いっぱい高いみたいなね。病院も高くて、でチップもあげなあかんしとか、で銃持ってるしとか。多分銃持っていいのってほとんどもうないじゃないですか国でも。アメリカはいいし、スペインは銃持ってたあかんしさ。なんかマジで国によって違うのは本当そうですよね。今は早く見つければ本能の病気は改善できる。怖いのは血管系の歯科に行くと。ああ、確かに気づかないっていうのが一番ダメって言いますもんね。そうなんですね、確かに確かに、それは怖い本当に。うん、胃の検査やるならバリウム飲む、胃カメラ。うわ、そう考えたことない、考えたことない、それ本当に考えたことないな、怖すぎる。旅行中での入院は高く、まあ旅行中の入院は多分やばいですよね。多分海外の人が日本に来てもやばいですよね。旅行は保険入ってた方がいいと思う絶対。そう、アメリカはやばい、救急車呼んだらめっちゃ高いしとか、入院もできないしってあるからね。じゃあウインクの銃弾持ってる。もうアイドル的に言うと最高な言い方。もうアイドル卒業したからなんかなんて言おうって感じ。ヤンジグラさんやばいよな、めっちゃ病院行ってるもんね。サイキさんファレブアップナイスありがとう。そうそうそう、アメリカがやばいの。スペインは銃もないし、病院は0円だし、めっちゃいいですね。
ょっと調べないとあかんけど、EU 圏はほぼそんな感じやと思います。うん、そう、だからアメリカちょっと怖いから住めないなと思う。アメリカはだって日本が火事の避難訓練とかさ、地震の避難訓練みたいな学校でするのと一緒で、銃持った人が学校に入ってきた時の避難訓練みたいなのやるらしいですからね。うん、やばくない？めっちゃそう考えたらほんま怖いなと思う。そういう映画あるよね。アイドル卒業してアイドル状態ありがとう、そう言ってくれてヨーロッパ旅行中でコロナで帰れなくなった人、病院とホテル代でらいことになってるって演習してた。いや本当に旅行は保険あった方が絶対いいですね。やっぱりどこの国行っても旅行客は多分お金やばい。スペインも旅行客は多分めっちゃ払わなあかんはずですよ。うん、ビザがないからさ、多分住んでると外国人の私でも0円なの。そう、それは本当にありがたい。特に何もしてなくても住んでるだけで、まだ学生ビザ、留学生みたいな学生ビザの時でさえ0円だったから。そう、そう、日本これからね、変わっていくかもしれん。本当に火事の避難訓練って書いてんってなった掛け事のやつの、あ、鏡の前でハンドガン持ちな。そう、結構海外でなんかスペインでかな、スペインでお芝居なんかやるとき銃持たされた。そう、実際に持ってきてね、入ってるから本当に怖いよね。ほんまにあるんやから。日本もね、学校にナイフ持って入ってきてっていうのとかはね、実際にあったし、すごい怖いなって思うけど、それを避難訓練してるところはほとんどないですからね。アメリカはほとんどみんなやってるらしいね。全部の教室の鍵がオートロックみたいな感じでカチャって勝手に、そう、スイッチかなんかかな、多分やったら全部閉まって、好きな自分の何、そのいるところから出ないようにして、で静かにすんねんて、誰もいませんっていう風にすんねんて、入られへんようにして、で誰かがこうドアを開けようとしてきても、絶対にそれがなんか助けてとかそういうやつでも絶対開けたらあかんねんて。開けたらそれに紛れて入ってきて全員殺されるからみたいな。めっちゃ怖ない？マジで怖い。本当に日本の法律とか規制が多すぎ、法律が多いから言えない。そんな、海外旅行で病気になっても日本の健康保険使えるって聞いたような、なんか多分国民健康保険は多分使えないと思うんですけど、自分で入ってる保険で使えるやつはあるかもしれないです。あとクレジットカードに保険がついてたりとかはあるかも。うん、スペインに移住しようかウーカさん、ウーカメンのハコさんもスペイン来る？まあ、スペインもスペインで結構問題はあるから、そう、スペインはスペインでいろいろと問題抱えてて、いろいろ言ったりはね、なんかわちゃわちゃしたり結構あったし、パリに私がこの間行った時もフランスですごいデモしてたし、催涙ガス警察が使うぐらいやったらしいし、国はいろいろと、多分自分の国は自分の国でいろいろ問題があるんやろうなみたいな、隣の芝は青く見えるみたいな、そういう話で多分いろいろあるんやらなとは思うけれども、スペインはね、カタルーニャとスペインがこう敵対じゃないですけども、カタルーニャは独立したい、スペインはカタルーニャを独立させたくないで、こう何十年も揉めてるので、私がスペインに行った時5年前はそのカタルーニャがデモみたいなのをすごいしてて、で無断で投票をしようみたいになって、で投票してそれをスペインの警察が抑えててみたいなんで、すごかったんですよ。もう本当に
もうマジで下手したら内戦始まるんじゃないかって思ったぐらいやったんやけど、みんな賢いから戦いたくはないのでって言って、暴力はしませんっていうのでカタルーニャ人はやってたから、そうただただ自由な権利が欲しいですみたいなんでこうやってただけやってんけど、でデモもうるさくせずに手挙げるだけとか静かなデモしてたからあれやったんですけど、でも大変やなって思って。日本はデモみたいなほとんどやらないですもんね。日本のデモはなんか遠足みたいになんか並んで道路の端っこ歩いてるだけみたいなの見たことがある。うん、いらなかったもえみちゃん押し続けてくださいね。大阪もあったしね。国民健康保険は後から申請して認証したら医療費が還付されるね。なるほどね。うんうん、日本に帰ってきてから役所に届け出たら健康保険でお金返ってくる。そうなんですか。なんか分かんない、国民健康保険分かんないな私。海外旅行保険みたいなのはやったことあるけど、道が電車移動できず歩いて向かったのよね。あ、そうパリ、そう電車止まってた、一歩間違えたら、そうほんまに内戦あるかなと思ったぐらいでしたもんね。あ、カナダもなんや。うん、西50完了ありがとう。イギリスとアイランドもずっと揉めてるって。いや本当にいろいろとねありますよ。国は国で遠くから見ると平和に見えて、自分の国がねなんかちょっとこのなんやろ政治家はあかんとかね、いろいろ言うけども、どこの国の政治家も大変問題を抱えてらっしゃるんやろうなと思いますね本当に。うーん、国民健康保険も憲法ならちゃんと医療費返ってくるでって。海外の治療も、玉ねぎさんおっぱいありがとう。日本もいろんな意味で平和に見えて実は平和ちゃう思う。みんね、世界は今大変な感じやんな本当に。地球上安全なところは少ない、自分の身は自分で守れるように。いや本当にそれは大事やなと思います本当に。うーん、それは本当にそう、自分の身は守れ、自分で自分の身は自分で守れて損はないですからね海外旅行先の医療費、帰ってくるんや。えみちの話を聞かないとスペインの情報が全くわからないままだったわ、だって。私も行ってみないとわからんかったんで本当に、そう私も知らなかったことばっかりやったんで、行ってみて気づくっていうのはやっぱありますね。うん、大事本当に。戦争という考え方で言うと南極ぐらい、あー領土の問題があるけどって。スイスやったっけ、スイスが一番安全なんだっけ、なんかそんな話は聞いたことある気がする。確か日本の安全神話は崩壊してることを認めないとって。いや本当になんかちょっとね怖いよね。まあ日本は結構その銃がもないっていうのと、そう警察も含めて銃がないっていうのと、スペインは銃は警察は持ってると思う。そう警察含めて日本は銃がないっていうのと、あとまあ痴漢は多いけど、なんやろ窃盗とかこう殺人事件みたいなのは海外に比べたら少ないのと、例えば電車で寝てても何も荷物を取られないとか、カバン開けたまま歩いてても何も盗まれへんとか、落とし物は返ってくるとか、そういうのはね日本は安全やなっていうのは思うけど、
けど例えばそれこそ電車乗ってて痴漢されるのはほぼ日本ぐらいやし、あとはなんだろう、何かな、なんかあるかな、あ、なんか毎日ミサイルの話最近来るしね。そう、日本国内重要武器がないのは今は昔やで、日本の民間人もマシンガン持ったりする。あ、そうなん。でもまあ一応法律で禁止されてるじゃないですか、一応。あのだから簡単には、そんな簡単には手に入らないし、見つかったら捕まるじゃないですか。でもアメリカやったら銃は全員持っててね、普通問題ないし、あの人持ってるから私も持とうやし、でスペインも警察は全員持ってるから普通やしとか。はい、えみつの YouTube も見て情報収集してください。スイスは国民全員の武装が義務付けてられてた気がする。あ、そうなんですか。日本のおまわりさんは28、あ、え、警察持ってますか、銃。これからは日本もどんどん治安悪くなるかな。スイス銃とか持ってた？そうなん。じゃあスイスじゃないかな。ひろゆきさんの YouTube で言ってた、どっかがめちゃくちゃ安全で、で他の国が攻めてこないみたいな、絶対攻めてこないって決まってるみたいな国があるって言ってはった。ちょっと探してみてください。忘れちゃった。あとなんか、え、でも。税金が高いけどめちゃくちゃ住みやすいみたいなのがスイスでした。私地理弱いからな、ちょっと、まあ、昔よりかは分かるようになったけど。あ、財布お金空っぽで帰ってきました。それでも帰ってくるのすごいな。お金空っぽやったらいらんわって感じやけど、カードとかは入ってた？あの免許証とかそういう系のカード。時間は分からんが盗撮っぽいやつを最近2人見た。やばーじゅんさん、しんど。時間日本だけではありません。どこの国が多いですか？私は一番は時間は日本って聞いた。他の国はね、分かんないや。なんかアメリカ系はもうなんか、お、なんて言ったらいいの、時間ではなく、ほんまにほんまにこう、なんて言ったらいいのな、もうレベルがえぐい方の事件系が多くて、でスペインは窃盗が多いみたいな、日本は痴漢が多い。多分アンケート取ったら、女の子やったら絶対に何回もされたことあるでしょうっていうレベルで、でスペインでね、そういろんな国の人が友達おんねんけど、私ヨーロッパ系のスペイン人だけじゃなくて、語学学校で出会った友達が多いから、いっぱいこういろんな国の人たちとお友達になったりして、ロシアとかウクライナもそうやし、ポーランドとか、あと何やろ、あ、エストニアとかかな、かな。で喋るけど、そう、電車に乗ってて、例えばお尻触ってくるとか、え、どういうことって、もう理解さえされへんかった。そんなことする人がおるみたいな、なんでなんって、なんでそんなことすんのって。逆に言われるのは、え、なんでカバン開いてんのに取られへんの、荷物、財布なんで置いとって取られへんのみたいな、もう言われる。なんでスタバのところにパソコン置いたまま、飲み物おかわり取りに行ってパソコンまだあるんっていうのも言われるけど。だからほんまに信じられへんことって、やっぱ国国境越えるとあるねんなみたいな。あ、アメリカ州によってね、いろいろ違うよね、確かに。あ、小さい銃を持ってるんや。あ、そういうことね。スイスは
そういう感じなんや、真央さん。じゃあやっぱほんならスイスやったんかな。物価が、物価とか税金が高いけどめっちゃ住みやすいみたいなじゃなかったっけ。なんか お金抜いた人と交番に持ってきた人は別お金抜いた人が交番に持ってきたらもう意味わからんよな持ってきた時に罪悪感湧いてって感じ。盗撮か電車内に詰め寄ったら走って逃げてった。追いかけて動かしてもよかったかな追いかけて捕まえたら、私の考え方やけど捕まえたら、その人の例えば会社だったりとか、まあ、わかんない、奥さん旦那さんわかんないですけど、家族だったりとか、こういろいろと広がるじゃないですか。そうなったらもう次からやらへんかなと思うから、捕まえた方がいいなとは思う。まるまるだけは分かんないという意味なので、そういう意味では間違いです。あ、日本だけって言ったからってこと。痴漢他、じゃあ他に聞いたことないなっていう、他にあるのかもしれないですね。ほんなら私は聞いたことないなと思って。日本も痴漢みたいに、痴漢並みに置き引きと万引きが多いとか。万引き、置き引きはねあんまり見たことないけど、万引きはね1回2回かな、1回かな、あれは万引きではってなったことがあったかもしれない。確かに海外は満員電車がほぼないんじゃないかな。え、聞いてください。でも私満員電車じゃないけど痴漢されたこと何回もあんでは？って思ったよね、ほんまに。マジでよう来たなお前って思ったとか、満員電車に乗る前に追いかけられて、電車入った瞬間にドア閉まって、電車の窓、こうドア越しに目あって、電車が出発したっていう怖いこともあった。もう恐ろしくあります、日本は。マジでこれ多分私だけじゃない、全然クラスでも痴漢されて、その問題があったからって遅刻してきた子とかもめっちゃおったし、私とかその子とか結構言えちゃうタイプやからさ、なんなんとかやめてくださいとかって言えちゃうタイプやから、あれやけど言えへん子も含めたらめっちゃおるらしいですからね。本当にイギリスでも過去5年で痴漢などの性犯罪は2倍以上増加して問題になって。あ、そうなんや。イギリスのこと私全然知らんな。そういえば行ってるけど旅行だけやな。確かになんか痴漢は多分日本が多いねんけど、性犯罪みたいなのは多分アメリカとかが多いって聞く。うん、私も全然そんな知らんからさ、聞いた話だけやから、実際の資料見たらどうかは知らないけど、そうだから思ったのは、本当に日本人は働きすぎて、電車乗ってる時にちょっとなんか働きすぎて意味わからへんぐらい、なんか何、頭おかしくなっちゃう瞬間があるんかなみたいな勝手に思ってる。日本人がさ一番働いてるじゃないですか、ほんまに。日本人が一番こう世界で多分休みなく働いてると思うんやけど、働きすぎて残業とかしすぎてブラック企業とかありすぎて、もうみんななんかもう意味わからへんぐらい疲れてるんじゃないんかな。だからなんか性犯罪まではいかんけど、痴漢みたいな、なんかその辺のなんだろう、まだこう軽いって言ったら語弊があるけど、こう許されるんちゃうかぐらいのゾーンを狙ってストレスを発散してる方が多いのかなって、私はこう思考を巡らせたんですけど、どうなんやろ。
だから平和な日本にするにはとりあえずみんな休もう。ほんまにとりあえず休もうみんな。高木ちゃんこんばんは。こんばんは、こんばんは。民間人でも捕まえたら現行犯逮捕できる。あ、そうなんや、そうなんや。あ、そうよね、そうよね。両手で釣り革を持ってこう間違われないようにするっていうのもめっちゃ大変やだなと思う。本当に当たっちゃったとかでもあるからね、絶対男性ね。うん。シンガポールやヨルダン渡航時の注意として痴漢被害について深い。あ、そうなんですね。シンガポール前行ったな。ガラスに反射して目当たるテーブルクロスを取られたら楽しけよって。いや、その時はもう気持ち悪すぎてマジで震えてたけど、おばちゃんが大丈夫って言ってくれて、そんなに近いるの驚き。マジで本当に驚きでしょ。本当にめっちゃいるよ本当に。それはエミチのように明確な間違いを起こしてしまうかも。ダメだよ。本当は触った証明をしないやつ無罪ないよなって。でもほんまにしてたら、そうなんか示談金とかもねあったりとかするし、多分バレたら会社にとかってなってとかできっと大問題にはなるんやろうなと思ってた。忙しすぎて今も資料作成してるからマジでおかしくなりそうやって。いや本当に本当にあのかわいそう。ゆうやくんめっちゃ忙しそう。東京に来てからなんかすごい忙しそう。コメントからでも感じてくる。本当に働いてるの痴漢するのは別問題、サラリーマン全体的にいます。いや違う違う、あの普通にみんなサラリーマンの人が痴漢するとは言ってないんですけど、多分やけどほんまにブラックとかそういうので働きすぎて、働かされすぎてですね、もう社会的な日本のその社会的なあれが悪すぎて、もうこう超えちゃってる、レベルを超えちゃってる会社がすごいあるんじゃないんかなみたいな。もうそのストレスさえもこう、例えばさ皆さんはさ配信来てさ何こうお話ししてさちょっと楽しんでもらえてるかもしらへんけどさ、てかそうやったらいいなって私思ってるんですけどね。もう何もどこにも友達もいないし家族にも会う時間もなくて、ご飯はコンビニ飯で、ご飯それさえも食べる時間もひょっとしたらなくて、睡眠時間もなくて、ただただ仕事だけやって、上司には怒られて、後輩からはなんかあまり慕われなくてみたいな人も結構いはるんかなみたいな。それはサラリーマンだけではなくパートさんアルバイトさんわかんないけど、で休みがなくてこれだけ終わらせないとあかんくて、これに時間に追われてみたいな、生きる楽しみを見出せない方が多いんじゃないかっていうのを、私はスペインから日本に帰ってきてめっちゃ思ったんよ。本当に本当に思ったんよ。スペインはマジで、例えば仕事しながらもしもしお母さんとかで電話してる人もおったし、あの時間なんでお昼ご飯食べるんで今はできませんって言ってご飯をこう何やってたらいいし、こう休みお昼からお酒飲んでる人もたくさんおったし、休みはちゃんと取って旅行行ってる人も多いしとか、有給があってとか、もちろんブラックはね海外もあると思うけど、日本の働きすぎのグラフ、うつ病の数のグラフみたいな見たら本当に日本の社会もうちょっとハッピーになったらいいのにって思う。玉ねぎさんはとりあえずやめよう。いやストレス感じすぎてるんかなって思うよね、マオさん。いやそうだと言って痴漢は許されないですけど、私痴漢許す、多分ね私めちゃくちゃ許せないタイプ、ほんまに一番許せるわけじゃない、許されへんけど、許されへんし一番言うタイプ、なんか何回も言ったもんほんまに叫んだ。今から笑って言うけど、そう今から笑って言うけど、もう満員電車の中で叫んだこともあるし、あるし、あの盗撮してる人に詰め寄りに行ったこともあるし、あ
結構私言うタイプやからさまだいいんですけど、言えない子がほんまにかわいそう。そう、冤罪利用する子もいるのもね、いるしね、確かにね、本当に。そう、ほんまに。いやだからしない人は本当に、あのしないのが普通ですよ皆さん。だからしなくて本当に皆さん本当に素晴らしい、さすが。だからもう皆さん、しない皆さんはあのした人がいたりとか困ってる方がいたりとかしたら助けてあげましょうね。それはもう皆さん本当に、うん、あー、アラブの国、それはちょっとね、わかんない。イスラム教の国とかってことですよね、違うかな。逆に痴漢みたいなこと、あの逆もあるからね、女性が男性にみたいなのもあるからね。そう、それもそうあるんだよ。あんまりないみたいな感じで思われがちやけど、あったりするからね。いや警察官が盗撮する国ですからねって、本当にそう、本当にそう、やばい、本当に17-35で日本入った、やばいな、めっちゃ負けてる。素晴らしいよ、痴漢しない、こき使われても痴漢なんてしやんって言ってる新次さん、素晴らしい、本当に素晴らしい。わしやないかいって、わし呼びになってる玉ねぎさんが。そう、もうどうしても痴漢したい人はさ、あのそういうお店に行ってくださいって感じやんな、本当に本当に。スペインはシエスタの国やからなって、あ、そう、最近はないけどすごいね、なんか人生を楽しんでるって思った本当に。そう、外に出てみないと日本の異常者には気づかない、気づかないよねって、そう本当に思う。気づかないよね、日本外に出てみないと。日本の中にいても気づくことは多分ちょこちょこあるんやけど、外に出るとわ、あれおかしかったんやってことはやっぱ思いますね。逆パターンもあるけどね、もちろん、あ、日本めっちゃいいなって思うことももう山ほどありますけどね、もちろん視野は広くなるなって思う。ウカメの箱さん、ファンラビアップナイスです、ありがとうございます。いや本当に男性が男性もあるらしい、やばいよ本当に、全然あるよ。あ、なるほどね、宗教的なあれが厳しいから外国人やったらいいやろう言うて、あ、気づいたとで異常って判断しても時間かかるものも確かにね、分かるまでは時間かかる。だってそれで今まで生きてきてるしさ。そう、今は結構マイノリティが認められてるようになってきたから、なんだろう、いろんな人が増えてきてはいるのに、その増えてきてることに対して理解が追いついてなかったりするからさ、日本ってまだ。ハードナッツさん、こんばんは。こんばんは。日本の常識は世界の非常識、特に差別問題は。いや確かに確かに、日本って差別してないって言いがちやけどめっちゃしてるもんね実は。実はしてないって言ってるけど実はめっちゃしてるみたいな。ただでもしてない、ほんまにしてなさそうなところもあるみたいな。もうなんか意味わからんけど。おやすみ玉ねぎさん、ごめんごめん、おやすみ、ごめんね。明日朝早く起きるの頑張ってください。オカピーさんフォロー、こんな話してんのにフォローしてくれるんですか。オカピーさん、深夜テンションの配信すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。よかったらコメントしてください。本当に電車乗るときに女側にいるだけ、どれだけ気を使って乗ってるか、ほんまやかましいやで、ほんまやで、痴漢する人がおるからあかんねん、ほんまに。誰や、出てこい。私はもうあの全然こういうのされたっていうのをさ言うことに抵抗はないからさ、全然。てかみんなされてると思ってるからさ、そう、痴漢をね。だから痴漢する人が悪いやん、される方がなんかめっちゃ嫌いなんですよ。痴漢されたくないんやったらミニスカート履くなよみたいな、いやするなよみたいになるやん。そうで、その痴漢する人がおることによって
女の人が服装を制限されたりとかさ、男性がこうやってないのにやったって言われたりとかさすることもあるし、逆にそれを利用して女の子がされた言ってお金くれって言う人もおるし、でも一番の原因は痴漢する人がいることやからな。そうよ、だから痴漢するやつをなくそう。どうしたらなくなるのかな。よいしょ。で、さ、結局のところ万引き G メンみたいなのがいてるのもそれやない。あ、そうなんかな。若い頃電車をサンタが一駅の間を知り当たり続けてて気持ち悪いことあったやばい、私同棲やったらな、どうしようかな、どうしようかな。まあ女の人やったら私別に何も思わへんけど、私が男の人やって男の人やったらってことやろ。言うよね、すいません当たってますとか、ちょっと向き変えるとか、壁ドン状態みたいな感じで一駅過ごしたこともあったな。異常な行動を異常なのかどうか気づけない。うん、なるほどね。今日が大変なしになっちゃったね、本当に。遠心痴漢するのは無理返し。ミニスカート履いてて見るなよ的行動も問題。なんか見る見ひんなんかは見ちゃうは、なんかまあ分からんでもないけど、私も見ちゃう、綺麗な足の女の人おったら見ちゃうけど、触りたいってなって触るはさ、いやそれは我慢したなって思う。ミニスカートよりロングスカートの方が地下に合いやすいってたまに聞く。あ、どうなんやろう、どっちが多いかはちょっと私も分かんないな。そういうお店安く提供したらやばくない？それは確かに。お店をね、そういうお店は安くしたら、まあその働いてる人たちがかわいそうやからな。まあ政府がお金そこのね営業のその方に渡してとかそういうのやったらいいかもしれない。めっちゃ混んでる電車で空いてる女性専用車両見たらお前らの地域やと思うけどなそれがあったら確かに行くわな。技とか分からんし当たってるの手の甲やし文句言えんかった。そう、多分じゃあそれやわ、それそれそれが女性でも行われるんですよね、きっと。言えない人はそれで、え、これどっち、どっちなんってなって言えなくて我慢して、でしんどくなっちゃうみたいな。そうなんですよね、どっちか分からんねんみたいな。ダボーオラン、女性専用車両作ってるのに男性専用車両がないなら男性差別を持ってる。多分だから、どなんていうんやろ、きっとやけど女性専用車両、専用やって専用車両作って、あの痴漢をなくそうで終わったんやと思うねん多分。もうけどそこからさらにいろんな問題が出てきたから、もう手に負えんくなっちゃってんちゃうかな。で男性をこう男性車両をさらに作ってってなったらコストがどうのとかさ、きっとさ問題があったりとかさ、なんかもういろいろとあるんちゃう、わかんないですけど。被害に遭うのが女性が多いからっていう統計から多分最初は来てるから、それもこれもする人がいなくなったらいいね。ガンビと歩く方向の前にいてるんじゃないよ。わかん
ナイさんのお店行ったことないから。あ、ロングスカートの女性の方がおとなしそうで反撃されなさそう。あ、そういうことなの。そういうのかな。区別と差別の違いのやつは明らかに差別。私差別と区別両方飛ぶな。なんか差別じゃなくて区別やからいいねみたいな。区別もあんま好きじゃないのよね。そう、結局女性軽視が最大の問題。いや確かにそうよね。日本はね結構男尊女卑が昔から来てたからね。昔から。そろそろ寝る。今腰のマッサージしてる。腰痛いなぁ思って腰のマッサージしてる。そろそろ寝よう。明日は私ゆっくりなんですよ。そう、久しぶりのオフ。コスト面を追い出したら女性占領を細い。多分だからその女性占領者専用車ある。占領って言っちゃうほんまに。女性専用車両を多分最初にお金かけて作って、よっしゃこれで全部解決って思ったら、えそんなことないのってなっちゃって、えさらに女性男性専用車両も作るんですか、もうそれはさらに無理ですってなってるみたいな感じなんちゃうかなと思った。じゃ昔信じさ、今はさ女性がこうさパワー持ってきててさ言ってるけどさ、武士の時代とかさらに昔の時代ってさ、大黒柱が男性で女性は文句言えなくてみたいなさ、こう女性が働くなんて、女性がリーダーなんてみたいなのが今よりひどかったじゃないですか。それがすごい長かった日本やからさ、それをこう引きずってるところも結構やっぱまだまだあると思うんですよ。最近の私の時代になってきたら結構そんなことはもうないことも多いやろうけど、まだ会社とかでねリーダーになれない女性だったりとか、給料が低い女性だったりとかもね、まだあるって聞くしね。逆に男性がこれで何だろうな、女性を引き立てないとみたいなんでこうなってるところもきっとある。今は増えてきてるとは思うけどね。それがうまいことバランスが取れるっていうのが一番いいんでしょうけども。男性用トイレにおばちゃん入ってきて怒られる問題。おばちゃん入ってきて怒られへんの。私もし間違えて男性用入ったらごめんなさいって絶対言っちゃうけど。いやほんまに女性性電話じゃなかったもん。でもそれはさ被害に遭ってる女性もおるから、それはもう女性専用車両がこうずっとあるっていうのはまあ認めてあげてください。そう、男性専用車両も作ってっていう声はわかるけど、女性専用車両をなくせっていうのはまたちゃうなーと私は思う。それやったら時間まずなくそうぜって思っちゃう多分。うん、ここ数年は女尊男卑やな。レディースデーが残ってるのせいな。確かにレディースデーありますもんね。女の子は確かにラッキーって感じやし、それはそう思っちゃう。でもあれなんかな、わかんない、なんでレディースデーがあるんやろね。確かに法律的には女性専用車両に男が乗ってもいいらしいけどねって。あれよね、心が女の人、見た目は男性でも心が女の人が乗れないみたいなのはすごいあかんなと思う。法律的、あ、読んだ。あ、そうね、戦争に生かされたけどねって。だから逆に言うと女の人的には多分女は弱いと思われてんのかよみたいな風になるんやろうな。でも男の人もなんやろ、行きたくない人もいるやろうから、それはもうな、もう戦争をやめようっていう、私は平和が一番です。女性が年々長になれないは出産や結婚で退職された後のリスクマネジメント。そこのさ、なんか多分あれなんじゃない、その出産しても結婚しても退職しなあかんみたいな、退職っていう選択肢が女性にはあるっていうのが多分
私の女性的な感じで言うと、あのなんで退職しなあかんのっていう、多分ちょっと休んで戻ってこさせてくれよって多分思うんやと思う。多分女性的に言うと多分ね。でもし出産したりね、結婚しても男性が辞めることもあるやろって思うから、女性用トイレに男性が入ると一発で150人が、そっか、男性が強くて女性が弱いっていうイメージがあるからですね、きっとね。皆さんこんばんは。時間したら腕から切り落とすとかにしたらいいよ。もうまだ困ってる、ほんまや。怖いけど電車の中の禁煙は本的にお願いから吸っても掘り打つはずじゃん。へー、そうなんや。好みが女性専用車両に開き直って乗る男性と鉢合わせしたことあるって。あ、そうなんや。どっちなんやろうな、その方は。なんか私は女性やから乗るっていうのではなく、こうなんやろな、どっちなんやろな、なんとも言えんな。退職していなくなられたら困るからなれんちゃうしかしない。でも私的にはその育児休暇もさ、女性も男性も同じぐらい取るべきやと思ってるからさ。そう、そうそう、結婚するから会社辞めて男の同居おるけど、そう、それがさ私も普通に起こっていいことやと思うんですよ。結婚してなんで男性は働き続けて女性が育児すんのって思う世代なんですよ、私ってそう、あの2人の子供やのになんで女性が育てんのみたいな。最初はさ多分さ、まあ、体もボロボロになってるから休憩が必要やから休んでっていうのもあるかもしれんけどさ、それもし休んでっていう期間があるんやったら、その間男性も多分一緒に会社休んで手伝わないとあかんやんか、多分な、私はそう思うねんけどさてかそういう世界であってほしいなと思うねんよ。こうだからそのちょっとだけ休むのってさ、多分女の人も男の人も必然的に出てくる時間やと思うからさ、その後に復帰するやん。そこの時のサポートができる会社っていうのがホワイトなんやと思う多分。あ、乗ったことあるやん、やちがさん。え、女性専用車両にわざと乗る行動、運動している男性。あ、せー、それどうなんやろうな。そう、妊娠は男の人はできひんよね、確かにね。それはそう。妊娠はでも病気じゃないから、妊娠しながらも働けるところは働けるって言うけどね。私もまだ妊娠したことないんで、どんだけしんどいかっていうのをこうね、身をもって体験したわけじゃないから言えないけどさ、声を大きくして、うん、自分より稼いでくれる女性との結婚なら喜んで仕事辞めて主婦やるけどそれよね。男性が多分給料を日本の女性より、日本の男性は給料を同じ地位でも、もう多くもらうってほんまなんですか？男性の方が多くもらってんのかな？てか多分どっちも働いてていいと思う。なんかほんまに仕事やりたくない、家のこと頑張ってやりたいやったら男性でも女性でも辞めたらいいと思うし、仕事したいと思うんやったらどっちも働いていいと思う。なんか全てはやりたい方で、子育ては男性も女性も お父さんもお母さんも両方でするもんやと思う。てかそういう風にやってほしい。お母さんがいいってね、最初はな、やっぱお母さんじゃないとできないこともあるから必要やとは思うけど、もちろんどっちもいると思う。そのお母さんがお世話してる間の家庭のことは男性もしなあかんしさ、やっぱりとかさっていうのをこう何
当たり前になってきてると思うから最近は。あ、好みが鉢合わせの運動家だった。そうなんや。なるほどね。2週の仕事、妊娠前の仕事量とか語りちゃうから、これもそれもなんか嫌やな。それも嫌やな。そう、そのさ、なんかさ、なんか分かるけど、それでだから、妊娠するかもしれへんから、出世はなしねみたいなっていうのが多分あかんねやろうな。そう、妊娠してる間はそれをサポートできるホワイト会社が増えますように。ティックさん、ハロー。正社員なら男性の方が微妙に多い。あ、そうなんや。妊娠中に働きやすい部署に移動させられたら訴えたやつもいいし、社会会社としてのレースが変われないな。難しいな。難しいっすね、本当にね。昔実家で母親が寝込んだ時、家事やってから主婦は家じゃない。お、素晴らしい。月給時給決まってるか、派遣、派遣を、派遣とかやったら一緒。妊娠中の仕事量も男性と同じにならないと死ぬ男女病でならと思う。いやいやでもそんなん言うたらさ、男性脳や女性脳やとか同じことが一気に考えられるやら考えられないやらとか、そう、人によるやんとなるじゃないですか。男性でもこの人は仕事できるか、この人全然仕事できひんなみたいな人もおるし、女性でも妊娠中でも、え、この男性より全然仕事できるやんって人もおるし、妊娠してなかったとしてもあんまり変わらへん人もおるやろうし、人によるやんって思っちゃうよ。そう、でもちろん男性の方が力持ちなんは筋肉量的には当たり前やけど、女性はその分別のことができるし、なんかね、わかんないですけども、女性やから男性やからじゃなくて、何々さんだから、何々さん、何々くんだからっていう世界が男女平等なんやと思いますよ。その男性はこう、女性はこうではなくて、一人一人の一人間として見てもらえる。あれ、残念ながら日本にそのような企業はないよこれから出ますように男やけど出資役またない、全くない。人によるよね、本当に。私も別になんか、私出世役めっちゃあるし、出世って言ったらあれやけど、そう、ひかるくんの、ひかるくんナイス、お花、お花いっぱいありがとう、ありがとう。お花、妹が職場に持っていく弁当まで作ってた。そんなお兄ちゃん欲しい。男女両方の部下を持てば分かるよって。逆に私部下じゃないけどさ、そのね、あの仕事できるマネージャーさん、仕事できないマネージャーさんとかも今まで見てきたしさ、そう、人によるんよって思う。そろそろほんまに寝ようか、そろそろ寝よう。いやー、そう、結局は政治の問題、本当に。確かに政治家さんはほとんど男性が多いですもんね。あ、フリーのシステムエンジニアから出世とか全く、あ、なるほどね、そういうのがあるんやな。まあ給料が上がれば嬉しいけどみたいな私は別になんかお金のために働いてるんじゃなくて、好きなことのために働いてるから、そう、出世とかじゃないかもね。夢を叶えるステップを踏んでいきたいって感じ。俺と部下は別やで、仕事できひん部下怒られるの俺やで、理不尽。やっちゃくれさん、分かってないな分かってないなあの、ちょっと会社とは違うかもしれないけど、あるんやで、そういうことも、あの公表されてないことでいろいろあるんやで、いろいろあるんやで、そうやで。
さあ、じゃあ寝ようか、そろそろ。吉本って本当に仕事できないマネージャー多いの。ちょっともう、あのね、あんまり言われへん、あんまり言われへん。全部現地怒られるわけないやん。まあ、もし、わからんで。私キャプテンやったからな。はい、いろいろありましたよ。で、今はほぼ一人でね、こういろいろとやってるんでね、結構いろいろ見てきておりますよ。でも私も自分のその会社のこととか何も言わないんでね、はい、何にも言えないのでね、はい、濁しとくわ。濁しとくわ、何も言えない。めちゃくちゃ素晴らしい人もめっちゃおるのよ。めっちゃ素晴らしい人もめっちゃおるよ、もちろん。そうけど、いろいろあるんだ。さあ寝よう。寝ちゃうのって、寝よう寝よう。なんか私がもう本当にマジでおじいちゃんとかな、おじいちゃんになったらやって。私おじいちゃんにはならんわ、間違った、ごめんなさい。あの、私がもうなんか、例えばわからへん、4人ぐらい子供、孫とか子供とかができて、孫とかに聞かれたら喋ろ。はい、じゃあランキングやめます、いきます。そう、今日はね、そうなのよ、今日はあれなのよ、最終稽古だって。はい、明後日小屋入りなので、明日はちょっとゆっくりお家でやらなあかんこと終わらせて、メンテナンスとかしようかなと思ってます。明後日、しあさってから舞台本番です。舞台アリスインデッドリースクール、英語、ぜひ来てください。新宿村ライブです。23日から27日までやってます。よかったら見に来てね、お待ちしております。ランキング13位読みます。13位愛さん、12位ゆさやさん、11位六甲山の仙人さん、10位そそさん、9位ゆきよさん、8位白熊さん、7位手巻き寿司よさん、6位大村咲さん、5位しんじさん、4位山さん、3位ひかるくん、2位玉ねぎさん、そして1位はウーカメインの箱推しさんでした。イエーイ、ありがとうございました。おやすみなサイドステップ、サイドステップ、舞台頑張ってね、ありがとうございます、頑張ります。よかったら来れる方来てね。あ、私が男の子やっていうのバレた、やだやだ。じゃあね、おやすみ、またね、バイバーイ、ありがとうございました。